公共曲、ニューイングランドの祝日は、チャールズ・アイブズが1913年に完成させた公共曲。題名は、祝日公共曲、祭日公共曲、ホリデー・シンフォニーと呼ばれる場合もある。1897年から1913年にかけて、各学賞が断続的に書かれた。アイブズが、 祝日公共曲を書こうと思い立ったのは1905年の夏のことである。アイブズはそれぞれの学章において一人の大人が子供の頃の祝日を回想しているかのように書きたいと思っていた。そこには象徴のようにメロディーがあり、記憶や歴史、戦争、少年時代、コミュニティ、国家といったようなものと響き合っている。各楽章はアイブズの個人的な記憶をもとにして書かれ、 その中には、父ジョー寺アイブズやコネチカット州ダンバリーの町も含まれている。父はアイブズの創作に大きな影響を与えており、それは1894年11月に死去してから特に顕著だった。またダンバリーはアイブズが幼少期を過ごした町で祝日公共局の着想のもととなった多くの経験を提供している。 1931年と1932年、ニコラス・スロニムスキーの指揮によって第一楽章から第三楽章までがアメリカやヨーロッパで演奏されている。演奏会は長笑、抗議、熱狂を巻き起こした。アイブズの音楽があくまでプログラムの中の一曲という位置づけから抜け出すことはなかった。しかし重要な批評家が何人か、真面目な称賛の言葉を寄せてくれた。 アイブズは、後に、第三楽章以外をバイオリンとピアノのために、抜粋編曲しており、バイオリンソナタ第5番として演奏されることがある。アイブズの作品に幅広い感情表現を、もたらしている、多様で独特な不協和音の用法が、祝日公共曲にも現れている。もう一つの特徴が、メタ様式で、一つ一つは特有の情景と感情を表している、様式的な処方を混ぜ合わせて、 また、内政的な遅い音楽と外交的な早い音楽を組み合わせるパターンが、それぞれの学章に共通している。その他には、引用した音楽に加勢付けする際の副調の使用や、いくつかの調の結合を見ることができる。また、おびただしい引用や、複数の素材の複雑な重ね合わせについてはよく、知られている。過剰な引用がなければ、 この作品は4つの記憶や感情を呼び起こす役目を果たさなくなってしまう。この作品は公共曲と題されてはいるが、それぞれの楽章を独立した作品と考え、別個に演奏することも可能である。アイブズはメモの中で以下のように記している。これら4つの楽章に特別の音楽的関連はない。このことで気づいたのだが、あまたある大きな形式は、 必ずしも一体のものとなってはいないし、うまくまとめ上げたつもりでも、一つか二つの楽章を抜粋して演奏されることは、あるのだから、その有機的な結合は殺されてしまうのだそう編成で、記すが、作曲者は必ずしも演奏を前提で作曲したのではなく、あくまでも、任意で曖昧なところも多い。約40分表題通りに、各楽章はアメリカにおける祝日を表しており、 それぞれ式の移り変わりに対応している。アイワシントン誕生日2、戦没招兵追悼記念日。3、独立記念日4、感謝祭と新京都上陸記念日。ありがとうございます。